特集、マーズハブを大解剖。地表、シーリング。施設上部を覆い、全体を保護する役目を担う。赤ちゃけて見えるのは地表の砂をまとっているため。吸気口、排気口は複数レイアウトされており、よほど大きな災害に見舞われない限り、いずれかが必ず機能するよう配慮されている。B1、エアロック。 外部との出入り口であり、搬入した貨物などの一時保管場所としてや、トローンなどの運用機器群がメンテナンスを受けるガレージとしても活用される。安全確保上、マーズスーツの着用が原則とされているが、普及不足の事態などの特別な事情の際は当然この限りではない。スタッフたちの間では愛着を込めてトマと呼ばれている。B1、マテリアルファクトリー。 地表で採取した岩石や土砂をもとに、各種建材、金属部品、合成成・燃料などを生成生産する施設。高い天井を持つ広い室内に多数の大型機器が立ち並ぶ様はさながら最先端工場のよう廃棄物はほぼ排出されずおむね何かしらに活用されるがわずかに出る残留物は無害であるため地表に戻され上空から広範囲に薄く巻くよう分散廃棄される。 B2 居住区画スタッフたちが日常生活を送るエリアで「家」と呼ばれている各部屋の広さはホテルのシングルルーム程度だが収納スペースキッチンバストイレなどはベッド共用ルームが用意されているため暮らしに不自由さはあまり感じない憩いの場であるリビング多目的ルームなども同様に別室として確保されている。 B2 オフィス区画オープンデスクがフレキシブルに配されプロジェクトの進捗各自の作業内容などに合わせ全員の能力がボリバレントに発揮されるようきめ細やかに気配りが施されている白色で統一された室内は清潔感に溢れ集中力が高まり前向きな気持ちを抱かせてくれる広さは前述のリビングと多目的ルームを合わせた程度 高さは居住区画と同等。B3、ライフライン。文字通り、水と電気と空気を生成する場、つまり生命維持装置である。また、排泄、廃棄物のリサイクル処理もここで行われており、生活持続可能システムとして機能している。作業は持ち回りで運用。 管理されているが、全工程がほぼ自動化されているため、主な職務は、見守りと緊急対応である。B1 から3、ウェル。前回中央を貫くように配された大型エレベーター。展示力で稼働し、スタッフも資材も運ぶ。イメージとしては、倉庫、ホール、空港などでよく見られる貨物用エレベーターに近い。ME25 年5月1日。 血管マーズガザ ME25 年6月号